今回のチャフィトラは東京ステーションホテルでイタリア料理をいただきます。最高のホスピタリティと上質なクラシックラグジュアリー。こちらのエレベーターで地下1階に向かいます。東京の中心にありながら都会の喧騒を感じさせない静けさ。こちらがイタリアンのエノテカノリーオ。シックな佇まい。ランチメニューは2種類。こちらのテーブルでイタリアンをいただきます。静かな落ち着いた空間。本日のランチメニュー。パスタはシラスとアオサのスパゲッティ。国産牛すじ肉のリガトーニ。メインは白身魚のポワレ。和牛ハートの炭火焼き。自家製のフォカッチャ。ガラスの器の中が、かぼちゃの冷たい牛乳、直接お手でお召し上がりくださいませ。あと下の台に戻りガツオのカルパッチョですね。オリーブソース、ハーブのソースで、エモトラチーズとトマトのカルパッチョ。脂肪が少なく柔らかな肉質の若シャモ。戻りガツオだから深みのある赤色で味も濃い。二品目はパスタ。まずそちらでナスと青酢、柚子胡椒を使います。クリームスパイを使います。そちらに戻りますが、牛すじ肉を白ワインで6時間じっくりと煮ました自家製のソースパスタでございます。どうぞお召し上がりください。柔らかく煮込まれた牛すじ肉はショートパスタとの相性も抜群。青さの香りが広がり、柚子胡椒がアクセントで美味しい。ワインでゆっくり煮込まれた牛すじ肉はとろけるよう。シラスと青さにクリームソースは意外な組み合わせで美味しい。こちらでございますが、本日マダイでございます。その方にはキノコを少し入れます。クリームソースで、周りの方には季節のギンナンと石川県産の小芋を使っています。それとこちらでございます。牛肉のパーツとカツのグリルです。こちらの方はあえてソースをかけずにオリーブオイルと胡椒だけでシンプルに焼き上げております。
鉄分やミネラル、ビタミンが豊富に含まれており、栄養価が高いハート。皮はパリパリ、身はしっとりした真鯛。クリームソースが美味しく旨味が広がります。ハートの濃い味をダイレクトに楽しめる。最後にデザートをいただきます。素敵な時間でした。デザートも美味しかったです。丸の内庁舎を支えた松喰のアートを見てから帰ります。